では、オンライン BLC ハンズオン、第1回始めさせていただきます、ホストを務めさせていただきます四国子どもと大人の医療センター小児心臓血管外科中川と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。本日はですね、明石医療センター心臓血管低侵襲治療センター長岡本和真先生に、今回ご評価いただくということで講師としていらしていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単で構いませんので先生、一言コメントをいただけますでしょうか。岡本です。まあ、今日は第1回目なんでちょっとどうシステム的にどうなるかっていうのが、まあ、ちょっと心配ではありますけど、まあ、ちょっといろいろ試しながら、まあ、やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうしましたら、受講生の方ですね、順番に自己紹介 と、役職所属お名前と一言お願いいたします。そしたら古賀先生からお願いいたします。はい、佐賀大学医学部心臓血管外科の古賀です。役職とか役職は今大学病院なので医院という立場ですね。医者8年目になります。まあ、初回に呼んでもらう、ちょっと僕バタバタと参加という形で参加させていただいたので、まあ、ちょっと接続などが難しかったりするかもしれない、ご不明な点あるかも、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします。お願いします。で、そしたら次沼口先生、自己紹介をお願いいたします。国立帯広病院の沼口と言います。同じく医師8年目ですね。札幌医大の医局なんですけども、よろしくお願いします。もう一方、東京医科大学の丸野啓太先生は、少し遅れるということですので、後に自己紹介していただくとして、では早速、録画の方をスタートさせていただきます。これ今どんなでしょう、映っておりますでしょうか。じゃあ最初からいきますね。はい、お願いいたします。岡本先生、見えていらっしゃいますでしょうか。最初の、古賀先生の吻合です。今グラフト側に一針かけたところですね。で、ネイティブ側に、侵入したところです。ちなみに中川先生、はい、丸野先生が今ミーティングの参加の許可待ちみたいですね。そうですね。福島先生とかも来てますね。はい。見学者も増えてまいりました。丸野先生、こんにちは。お疲れ様です。先始めていますけれども、また説明いたしますね。今、現在1人目の古賀先生の吻合の録画を見ています。古賀先生は先日あれですよね、ALC でも吻合を私拝見しましたが、基本的にはその時と吻合の仕方は同じですよね。基本は一緒なんですけど、ちょっとまあ近づけて吻合することとかを気にして、最初の結局まあこの間僕緊張しすぎてどうしようもなかったんですけど、まあ、なるほど、もっと離れたところで最初パラシュートで下ろすまで吻合してたのをちょっと近づけてみたりと、ちょっと今工夫をしているところです。それはあれですか、画面に同一画面に収まるようにっていう配慮で近づけていただいたんですか。同一画面に収まるようにっていうのと、あとやっぱり近くの方が安定するのと、パラシュートが早いかなっていうのを、まあ、いろんな先生の画像をまた見直したのというところですね。あとは、まあ、今からのところなんですけど、
今まで ALC の時はちょっとここの一心かけた後は、まあ、ワンアクションで、まあ、ニアサイドも縫ってたんですけど、まあ、ちょっとそこ、まあ、それだと垂直になかなか入りづらいのがあるかなっていうのと、他の先生たちのを見た時にもやっぱり手前のところは2アクションがいいかなと思って、今2アクションにちょっと変えました。なるほど。で、パラシュートを下ろして今ニアサイドを、かけていっているところですね。内膜が見えておりますね。すみません、沼口なんですけど質問してもいいですか？はい。グラフトの向きが、このグラフトを置く向き、最初こう反対向きにしてたのは、あれは順手でかけたいからっていうような。そうです、沼口先生の言われる通り、ちょっと順心でかけやすい方がいいかなっていうところで、あっちには置いてます。なるほど。ちょっとその辺も先生方がどうされてるかなっていうのは、まあ、それこそこれ見てもらって、岡本先生にもちょっとお話を教えていただければなと思ってます。あ、いや、このシミュレーションっていう意味ではまあいいんですけど、まあ、例えば内鏡を縫うっていう時にあそこに置けることはないので。あ、そうですね。なるほど。っていうことですけどね。確かにあの向きでは内鏡は置けないです、ね。うん、まあ、メインはいけるんですけどね。フリーグラフトじゃないと難しいですね。うん、だから、まあ、この向きで最初から置くっていうか、まあ、その方がいいのかなとも思うんですけど。うん、まあ、これね、すごい慣れてる感じですよね。うん、まあ、こうやって練習の時はいいんですけど、この間のもう ALC はひどいものだったので。まあ、しゃあないですね。緊張する。はい。でも、うん、古賀先生の吻合全然なんかそんな気しなかったですけど。そうか、先生やっぱ相当緊張した感覚が相当終わりだったんですね、やっぱあの時は。いやー、あの時はすごかったですね。もう自分の手じゃないようだったので。あ、まあ、そしてまあ多分沼口先生とかにはその後もメールさせてもらったりとか連絡させてもらって言ってたんですけど、まあ、緊張しない方法をちょっと皆さん、参加者のみんなに全部聞いてみて。ああ、なるほど。優勝した小林くん、小林先生はもう練習あるのみですという返答をいただきました。身も蓋もない。身も蓋もなく言われました。まあ、中華所詮こんな遊びやと思う。なるほど。さて、動画の方は、塔のあたりに入ってきましたね。そうです。ここが、はい、怒涛の一個手前ですかね、っていうところです。うん、そこまでも、まあ、とりあえず塔はもちろんアクションではいかないようにしようと思っているのと、まあ、あんまり深くかけすぎないようにここからはしようというのをちょっと心がけてはいます。まあ、ちょっと思うのは、これで中見えてます？内膜側、今のショットとか。今の一心ですか？うん。ちらっとグラフトを持ち上げたりしましたよね。少し持ち上げて、中はちゃんと内膜は見て、拾うようにしているつもりではあるんですけど。まあ、これカメラの、ね、向きと、自分の視線とまた違うからあれ。そうですね、カメラ真上からなので、僕は一応その、グラフトずらした時とかに見えるようにはしてます。まあ、それを見るのが大切なんですかね。なので、この後の、このここ土塔ですね、なんですけど、一応まあ持ち上げて内膜ちゃんと見ながら、うん、見るようにはしてます。うん、まあ、真ん中ですね。今のもなんか皮みたいに持って、こう。そうですね、はい。自分のとこから遠ざかる方向に入れてるんですか、それとも自分の方向に向かう方向で入れてるんですか？これ縫ってるときはですね、先生、体ちょっと入れてるの、足側にというか入れてるので、うん、ちょっと自分に近づくような感じの構えの持ち方ですね。そうですね。まあ、だからその時にちゃんと内膜入ってるってことを意識しながら自分の方向に、どうしても自分の方向にやるときは、そうね、確かに。ここが見えなくなっちゃうので、はいはい。まあ、それはどっちでもいいんですけど、まあ、中がちゃんと入っているのを何回確認すればいいかなと思います、ね。はい。あそこ、釜で持つのは結構いろんな人がやってて、まあ、いい方法やと思うんですけど。
一応、まあ、うちの施設というか、今、うん、まあ、大学病院でしている上司が、まあ、釜で持ってるので、うん、釜持ちでっていうところはあるかもしれないです。結構ね、多いと思いますよ。あ、なるほど。銅のとことかは釜で持つ。昔、日本大の大津先生がね、流行らせたんですかね、これ、やり方。そうなんですね。うん、はい、まさに僕日本医大で大地先生に教えていただいたんですけど、大地先生はあそこ釜持ちっていうのをかなりこだわっていらっしゃいましたね。そうなんですよ、まあ、いろんな人がいろんなこと流行らせるんですね、うん、さてファーサイドに入ってきました、バックで持って一瞬で行く感じですかね。はい、ま、土頭を回って一進、二進目までは一応2アクションぐらいになる、まあ、ちょっと角度上なりやすいかなと思うので、それ以降は1アクションでいけるかなと思って1アクションでいってます。ただまあ行くにしてもちゃんと内膜を拾うように、まあ、ちょっとなかなか見えづらいと思うんです。僕は一応見て入れてるつもりではいます。ちなみにこれは針とはセットで同梱されてた70ですか？これはですね、セットのやつも一回使って録画してみたんですけど、ちょっと僕普段80の8ミリの針を使っているので、ちょっと70を糸のちょっと動かし方も使いづらくて、うん、針も大きかったので、普段使っている80の糸を使っています。これが80なんですね。80ですね。多分これで吻合終わりになると思う。あとは結紮ですね。結紮は何回とか決めてるんですか？決殺は一応7回決殺するんですか、はい、70、7回、80、8回みたいな。あ、そうなんですね。どちらもあまり気にすることとなく、確かに意識せずに7回にしてました。なるほど。まあ、そんなもんでしょうね。これで、終わりですね。はい。岡本先生、今の吻合をご覧になっていただいて、めちゃめちゃコメント良かったと思いますけどね、なんていうか、すごい早いですね、スムーズにやってて、針を落とすってこともほとんどなかったんで、いいと思います。それで、だからこのカメラで見たときに、ちょっと心配かなっていうところがあったんですけど、それもちゃんと目で見てやってるときは全然問題ないと。良かったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、途中参加いただいた、丸野先生、カメラの設定と自己紹介をちょっ と間に挟まっちゃいますけどしましょうか。丸野先生聞こえますか？はい、はい、聞こえてます。iPhone か、スマホは、ログインされていらっしゃいますでしょうか？スマホ行ってるんですけど、これが多分カメラで。これですね。はい。一旦スポットライトにしますので、丸野先生、拡大をしていただきたいんです。逆向きですね。そうですね。で、グラフトのところを、セットしていただいて、逆向けた方がいいか。あ、丸野先生、あれ外カメラと内カメラの切り替えって、ね、はい、多分ね、そんなこうカメラを切り替えるマークみたいなのがあると思うんで、それで多分できると思う、うん、なんか矢印でくるくるみたいなアイコンないですかね。すいません。あ、そうっすね。で、左スワイプ、右スワイプ拡大で、いっぱい拡大していただけますでしょうか。いいですね。これで見えますね。
ありがとうございます。目いっぱい拡大していただいて、ごめんなさい。開けてますね。はい。はい、じゃあ準備、スマホの準備は OK です。自己紹介を、他の、皆さんもさせていただいたので、丸野先生にも、一言と、約束、所属、お名前と意気込みをお願いいたします。はい、東京医科大学の心臓血管外科ですね。で、1年目ですかね、丸野啓太と言います。まあ、主に成人の心臓をやってます、まあ、全体的にうちの科あるので、まあ、大血管もやってますし、まあ、小血管もやってるっていう感じですね、はい、よろしくお願いします。はい、あと、参加証、身分数、そうしましたら、最初の古賀先生の動画以外を終わったので次ですね、沼口先生の録画に行きたいと思います。共有しますので少々お待ちください。見えてますでしょうか。はい、見えてます、はい、沼口先生の動画です。グラフトに一心かかったところですね。これ沼口先生のグラフトはあれですね、こう多分これ EBM から送られてきてるので僕はどんなグラフトか知らなかったんですが、これ周りの組織がつかめるタイプの新しいグラフトですね。どんな、なんかこうシャバシャバがついてるんですよね、その新しいグラフトって。本当ですね、これあのなんかついてますね。ちょっとなんかこう、けばだってますよね。沼口先生、結構羊羹縫い慣れてると思うんですけど、これ、新しい感じありました？今までと違うなっていう質感は。あれ、沼口先生は今。お声がちょっと聞こえないかな。ごめんなさい。沼口先生どこ行ったかしら。あれ？おっしゃってます？沼口先生。沼口先生いなく、落ちちゃったかな。沼口先生落ちちゃったんですかね。あのご本人がいない。通りで、もしかしてそのオンラインだとこういうことがあるから、そうですね、沼口先生のウェブ環境によってこういうこと起きちゃいますね。いかがいたしましょう。いっぺんちょっとお休みします。ビデオをそのまま流してもらっていいんじゃん。沼口先生入ってきました。ちょっと許可しますね、とりあえず。はい、本当だ。沼口先生、大丈夫ですか？すみません、大丈夫です。ちょっと3分の1ぐらいまで見ちゃったところでございます。はい、もうパラシュートを下ろして。すみません。はい。ビデオは見えてますかね？はい。はい。岡本先生、引き続き。コメントいただけたらと思います。いかがでございましょうか。まあ、ここまでは順調。このグラフトのね、準備の仕方もあれですか、はあ、これはみんなこうやってていいんですかね。あの斜めにカットしてるでしょ。ああ最初の、はい、実際の手術でもこの方式です。なるほど、なるほど。まあここを斜めにカットする人もおれば、はい、カットせずに
まあ、ほぼ直角に切ってそのまんまにしてるとか、いろいろです。直角に切って膨らましておいた方がこう膨らみを作りやすいという人も多いです。膨らみに切った方がもう自然に縫えるからいいよという人もいます。一応最後直角になって残ってるとそこが毒嫌になりますよね。ファーサイドがもう終わろうかというところですね。これちょっとあれなんですか、早くしてるんですよね。2倍速。いや、これは通常速じゃないですかね。こんな早いんか。これ本人が早いということですね。うん、でもこのカクカク補正が早く見せてるのかもしれないですけど。画面動画の再生環境の問題、まあ、そんな急がんでもええんちゃう。でもそう思うくらいサクサク縫いますよね、沼口先生、本当に。動画全体の長さとしては7分ちょっとなんで、まあ、早いですね。塔に差し掛かってこの接種の方が掴みやすいんですよね。なんか先の細い接種使う人もおるし、こういう感じのちょっと平べったい先になっている接種使う。僕はこのチップついてるタイプの方が、うん、端力があるのと、ね、あとマイクロの接種はこう丸いのがちょっと苦手で、平らのやつが好きなんです。こういうやつの方がね、細い針でも針しやすいかもしれないですね。塔を回っていっているところですね。順手に変わって。ニアサイドに入りますね。これ内膜を確認しながらというところでしょうか。この縫ってる針糸は BBM からもらった70ですか？ちょっと変えました。これは、はい、これも違うやつですよね。はい。なんか熱張るんですよね、EBM。なんかあれ、ちょっと取り回しがしづらいですよね。丸針みたいな感じかな。70は70ですよね。7ですね。はい。たくさん余ってたんで。で、ここで、結札ですね。動画は終わりです。形もいいですね。まあ、早い。うんうん、と思います。ありがとうございます。次の動画いきますか。まあ、はい、まあ、すごい早かったので、まあ、あれだ、はい、ちょっとね、ちょっと最後気になるのは、はい、ニアサイドをずっと向いていくときに、はい、グラフトがこう、なんか自然とこう、グラフトがもう、ここ向いてくださいみたいな感じで、こう、合わさっていくように、まあ、はい、普通はなるんですけど、はい、なんか、こう、無理やり、こう、グラフトの中に接種入れて、こう、縫うとこを作ってたじゃないですか。そうです、ね。多分、グラフトの背中を引っ張るとか押すとかって言って、普通はやってるんですけど、これはやっぱりこの EBM のこのグラフトだと、もうアーセント縫われへん。
ちょっと見えづらい時はあります。はい。まあ、それぐらいですかね。うん。はい。ありがとうございます。はいはい。ありがとうございます。そうしましたら次は丸野先生の録画に行きたいと思います。画面共有します。お願いします。見えてますでしょうか。見えてます。今、丸野先生はグラフと接しで持って、一線かけているところですね。こちら 手前に固定されておるんですね。そうですね。ちょっとこのカメラで映そうと思ったら手前になっちゃう。一画面に映すの難しいですよね。いつもは奥なんですけども。で、ネイティブ側にかけていってます。ちょっとそれが邪魔で、なんか手間取ったっていう。っていう今回録画する時間もあまりなくってお忙しい中駆け足で録画していただいたんで時間がなくて申し訳なかったです。いやこちらこそすいません遅くなりまして間に合ってよかったです。丸野先生はあれなんですね。あ、すみません、高橋です。これ、はい、グラフトは斜め切りに近いですけど、ちょっとなんかこう、なんですか、斜めまっすぐじゃなくて、ちょっとサイドにこう縫い代が少し残っているような感じで、ほぼ斜めに切ったつもりなんですが、はい、そのヒールのところが、はい、なんて言いますかね。ちょっとささくれみたいになっちゃったんで、そこをちょっと切り足した。あ、そういう感じなんですね。うん、実物の欠陥だとあんまりもう斜め切り以外は手前にちょっとカットバックは置きますけどあんまり切ったりはしないです。あ、じゃあ実臨床では斜め切りがメインなんですね。その断面そうですね。でカットバックちょっとっていう感じです。これ結構いろいろな、なんで作法があると思うんですけど、ちなみに岡本先生はグラフトはもうほぼカットバックして、はい、でほぼ直角に切って、はい、で角のとこだけまあちょこっと落とすんですか。落としてれば落とす。だけどないところはもうそれ落とすと思って持ってるとぐちゅぐちゅになるので、うん、まあほっとくことは多いですけどね。メインやったら落とすかな。あ、もう内鏡だったらもうじゃあカットもほとんどしないっていう感じなんですかね。カットバックはしますよ。カットワークは、はい、角はそんなに落とさないっていう感じですか。このグラフトのね、なんか薄っぺらいグラフトだとなんかもうぐちゃぐちゃになるでしょ。そうですね、確かに。うん、あとそこをね、はい、やっぱり持ちたいんですよね。ああ、持ち代として角残しておくってことですね。そう、まあ持ったらあかんとかっていうことになってるんですけど、やっぱ現実的にはやっぱそこを持ってコントロールした方が、うん、なるほど、やっていくことが多くて、で持ってなんかぐじゅってなったら後で落とすみたいなことはしてるかもしれないね。なるほど、うん、結構グラフトのそのハーベストの時に例えば岡本先生はハーモニック使われますか、それとも電気メスですか。もちろんハーモニックです、うん、結構その周りの組織を残さずにツルツルにスケルトナイズするか、ちょっとこう持てるような組織を残すかっていうと、先生どういった感じで捉えてますか。いやー、それはまあどっちでもいいんちゃいます。あ、ね、ちょっと遠目でこうハーベストしていくとやっぱりやりにくくなっていくんですよね。拠点にした方がまあ早いんですよ、はっきり言って。あ、なるほど、最終が早いっていうことですか。そう。なるほど。だけど、まあ、ハーモニックでツンツン転するか残すかってあんまり大事じゃなくて、結局ハーモニックで落とすところって枝のところだけでしょ。うん、うん、はい。わかります。枝と枝の間、はい、まあ、例えば電メスとかで結構こう、ドン的にプルプルプルって発揮していって、うん、なるほど。枝のところだけジューってやるので、うん、
まあ、なるほど。うん。あんまり意識してないですけどね。まあ、だけどちょっと僕は多分残り気味なんですかね。うん、さて、パラシュートが降りまして、うん、ニアサイドの方に入っていきます、ね。ここまでで、岡本先生、コメントいかがでございましょう。でも、あの、なんていうんですかね、あの、多少時間かかってるんですけど、確実にやってるから、まあ、あるね、あの、確かめてるっていうのは、よくわかる感じなので。ありがとうございます、うん、まあ皆さんもう独立してやってるぐらいなんですかね、それかまあ前に上の人に立ってもらってやってるぐらいなのか、まあちょっと端境目ぐらいなのかもしれないですけど、まああの前に立ってる人の視点から言うと、こう、あ、ここ気をつけてるでっていうのを分かるような、あの、動作してもらうと、まあ、こっちは安心して見てられるっていうのはありますかね。まあ、うん、多分なんかすごい早くとかって言ってやる人は多いんですけど、まあ、こういうところも今のところもね、ちゃんとこう分けてね、2アクションにしてるでしょ。1アクションが早いけど、2アクションの方が、あの、ちゃんとここ確かめてやってますよっていうのを見せられるので、あの、見てる方としては安心感はあるかもしれないね。まあね、あの、ワンアクションでやる場合も、やってる方はやっぱそれなりに気をつけてるはずですけどね。結構あれですね、さっきの沼口先生の吻合と比べると、吻合校が、さっきの沼口先生の方がちょっと大きかったような感じがしますけど、丸野先生は普段の実臨床もだいたいこのぐらいの吻合孔でやられてるんですか？今ぐらいですね、はい、大きさはこれぐらいかと思います。なるほど。これやっぱりこの塔のところもネイティブ外打ちっていう感じでやってる、ね、そうなんですよ。で、結構、まあ意見分かれるとこかもしれないですけど、そうだと思います。気持ち悪いなと思う人は気持ち悪い。うちの教授がこの縫い方なので、もうこの通りにやってます。ばっかり縫ってるからちゃう？失礼いたしました。うん、塔を回ってから、警察ということになります。そうですね、はい、もう少しですね。ここも外打ちなんですね。もう全部外打ちです。うんうんうん。手前の、最初縫い始めた糸で、パラシュート下ろして2針だけバックで進んで、その後はもう、反対側の糸で順手でもう、うん、ガサガサ塗っていくっていう、うん、基本だから順手をたくさん使いたい。そうですね、そういう、はい、まあそれは分かりますよね。ここもあの普段だったら順手でいくんですが、ちょっとこのスペース的な あれもあって、ちょっとここは逆進にかけたんですけども、いつもならちょっと体の向き変えても順手でいくっていう方針です配置されてます、うん、このグラフトがね、あの内反してるかどうかとかって一応意識してやってはるんですね、はい、一応開けてみたんですが、うん、カメラの方で見え
の先生のカメラが今それをその吻合を映してるんですかね。そうなんですよね。で中川先生、その丸野先生のこれを共有を一旦停止いたしまして、こんなですね。今、丸野先生のカメラが多分 iPhone の方ですね。うん、綺麗にできてるんですね。まあ、これ多分あのパラシュート下ろして、はい、それで手前塗ってますよね。で、はい、持ち替えて反対側に行くときに、はい、最初の2シーンぐらいは意識してちゃんと外反するようにやっていくと、はい、あとはそのまま出ると思うんですけど、まあ、それをちゃんと意識してやってるなっていうのが、まあ、この反対側のちょうど縫い始めのとこはやっぱり内反しやすいのは、そうですね、何回か自分で見て思ったので、そこはちょっと注意するようにしてます。そうですね、ここをだから外内にかけてるんですよね。はい、外内です。はいはい、と思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ここまで3人の、ビデオを共覧いたしました。皆さん何かコメントご意見ございますでしょうか。なんか参加者の方々もぜひなんかこういうところどうしたらいいかなとか、もし何か一つじゃあ質問してもいいでしょうか。はい、沼口先生。岡本先生、直角にグラフトを切るっていうふうにお話しされてたんですけども、はい、直角に切った場合、これ分かりますかね。これ見て、この、この直角に回るときって、この直角の角をこういうふうに針で取っていく感じになるんですかね。これまたいろいろあるんですけど、その直角のど、なんかどん、ちょうど角のところ、これですね、針で取ると、毒矢になりやすいので、はい、その直角より、なんていうか、真ん中側、次に、その、この上の辺に5個穴が並ぶような感じになります。上の辺。うん、ここって感じですか。ちょうどなんていうんですかね、まあ、これがね、クラフトの端やとしたら、どうしましょう、岡本先生を、はい、クローズアップしますね。はい、はい、ここが一番の胴と、これがこの直角の角っこですね。ここにね、5個穴が並ぶ。じゃあ角も拾うっていう感じですか。これは胴角じゃなくて、角のちょっと、あ、そっち側に手前、こっち側にこう並ぶようにして、それで、まあ、その次こっちなんですけど、ちょうどここを取ると、これをこっち側に下ろしちゃうと、ここがどうしても得意になるんですよ、ね、だからこっからここまでの間に5個入れるようにして、でそこには絶対得意を作らない。うんうん、まあここちゃんと切ってる人は自然とそれができるんですけど、ここを残してる人はそこをちょっと気をつけた方がいいと。要するにこの角をね、遠側に持っていかずに横側に持っていく、うん、横側に持っていくと、まああと何度でもなるんです。まあ毒矢ができたとしても、そこを別に一心かけてもあんまり問題にならないじゃん、横やったら。この遠側でなんか変なことすると、やっぱりどうしても強制する原因になるんで。っていう。ありがとうございます。うん、これも、まあ、僕も誰かに聞いてそう言われる。教えてもらってそうしてる。ニュースの人らとかそうしてたって言われてました。ありがとうございます。ありがとうございます。他何かご質問ある人いらっしゃいますでしょうか。そしたら次に、リアルタイム吻合に移っていきたいと思います。順番で小川先生からほないけますでしょうか。準備よろしいでしょうか。はい、ちょっとお待ちください。はい、ほな準備整ったら、スポットライトを当てますね。
で、最初の一診のところから、時間計測をしていきたいと思います。これ、ヌルテラ最初にコメントしていいですか？あ、どんどん喋っていくようにしましょう。プレッシャー、ぜひあのコメントをいただけますと大変ありがたいです。これシミュレーションの時は逆にあれですよね、こう吻合中シーンとされると縫っている人はめちゃくちゃ緊張するっていう現象があったので、ぜひいろいろこうディスカッションしながら見ていった方がいいかもしれないですね。そうです、喋ってもらった方がちょっとありがたいかなという気はします。一応いつも通りのっていうか今練習してるやり方とかでいいってことですよね。はい、そしたら、準備よろしいでしょうか、古賀先生。はい、ほな、岡本先生、評価、ご準備大丈夫でしょうか？大丈夫。これ、先のミリリと合わせての評価もね。はい、合わせて、はい、点数をつけてい、ただきたいと思います。はいはい、ほな、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。喋りながらと言いつつ結構見ちゃいますね。こう人が縫ってるとじっと見ちゃいますね。やっぱり緊張しますか？緊張しますね。なんか、まあ、この間の ALC ほどではないかなと思うんですけど、やっぱちょっと普段とは違う震えが手にきますね。うん、見られている感じでしょうか？見られてるなっていうのは、なんですかね、画面をがどうしても今吻合しているところの近くにパソコンがあって、そこに自分が映ってるのが、映ってるのが、これやっぱりグラフトを、まあ、固定するのをやっぱ浮かしとく方が流行りなんです。だから浮かしとくと、なんか他の先生方はあれですね、多分かなり置いてるというか、こういった方が結構ね、やりやすいと思いますけどね。岡本先生、普段内鏡の固定とか、そのポジショニングっていうのは普段どうされてるんですか？でも置いてますよ。あのただ、吻合部の横にこう、ターゲットの横に。あ、寝かすと置いてる、ある感じですか？そうですね。うん。ただ、こういった場合、その、心臓の拍動と一緒にグラフトもこう、動いてしまうかなと思うんですけど、あんまり気にならないもんですか、その辺は。そうね、まあ、まあ、スタビライザーの内側に置くから、まあ、そこがそのビンビン拍動してるようでは見えないでしょ。そうですね、うん、これ助手とかに押さえさせたり、こう風を当てたりとか、そういうことってのはどうなさってるんですか？風金でしょ。風当てるとグラフト飛んでいくからね。飛んでいっちゃいますね。うん、そうですよね。固定しないんですね。まあ、うん、そうですね。まあでもね、ちょっとここだけ持っといてって言って、こう、うん、何、ちょっと離れたところのなんか組織かなんかを持っていてもらってるのかな。うん、なるほど。吻合は、ニアサイドの方ですね、一針ずつ。なんか、やっぱりこう、下ろしてからエンジンかかってきた感じですね。そうですね、下ろしてからの方がテンポよくは確かにいけてます。で、言って喋ってると、まだでも喋ってる方がまだちょっと和らぐ気はします。これね、自然とこうバックに持っているというかね、もう慣れを感じますよね。一応ここもまあ順手で持ってはいるんですよね。順手のでまあちょっとバックもみたいなかけ方というか。うん。行ってきてて2アクションで。うん。順手だけど、侵入の仕方が違う。
ですか？あ、そうですね。普通に入れちゃうと多分なんかこの間 ALC の時とかは気にしはしなかったんですけど、気にするほど余裕もなかったんですが、こっちの方がそのしっかり直角に入れることをもっと意識した方がいいかなっていうのはこの間の僕の中での反省点もでもあったので、このグラフと外打ちで結構難しいんですけどね、ちゃんと音楽取れてますよね。まあ多分直角にしっかり当てるようにしてるんだけど、ちょっとカメラが画面ギリギリですが、一応見えてますね。はい、あ、見えた。戻します。すいません。はい、斜めですが、すいません。すいません、途中で。いい、すいません。今よく見えてます。それが一番緊張です。よいしょ。古賀先生は普段一周何進とかっていうのは決めてらっしゃるんですか？一応決めてますね。そうですか。一応手前というか、まあ、あのサイド横は、そしてすいません、ロックしました。あ、結び目ができちゃったんですか？まあ、結び目ができました、ね、なっちゃったですかね。ですね、すいません。ちょっとこの時はきつく縛ってそのままですか？いや、まあ普段であればもうやり直すとこではあると思います。そうです。さすがにちょっと今日この状況なので続けますが、多分 そんなことしたらグラフトもネイティブも避けちゃうので、はい、まあ、でも今日はこのまま続行で全然いいと思います。はい、今日はちょっと続行します。お願いします。で、高橋先生のさっきの質問なんですけど、はい、一応、まあ、ヒールを下ろすのに三振にしてて、その後、はい、ニアサイドを一応四振。ああ、なるほど。で、怒涛側を三振塗ってっていう形にしてます。うん、三振で塔の真ん中にかけるようにされていらっしゃるんですかね。ですね、塔側がそれで、なんですかね、塔側のその二進目、僕が言う二進目っていうところが、多分土塔というか、真ん中になるかなと思います。なるほど。で、ファーサイドは一応、もう4進ですね。なるほど。じゃあ1周全部で今から入っていきますね。まあ、1周14進くらいっていうのが先生のいつものペースなんですね。そのピッチなんですね。そうですね。それは多分この間の時も変えてないし、まあそれも他の時とも一緒かなと思います。なるほど。ただ先ほど、はい、臨床でどうこうっていうところがちょっとありはしたんですが、僕それこそこの間も、まあ、話しましたね。臨床で塗ったことなくて、うん、なるほど。っていうところはあるかなと思います。ここはちょっと今日、まあ、他の先生のせっかく見れるので、そういうところも次に活かせるようにしたいなとは思ってます。うん。ちょっとカメラのピントが少しあったりぼやけたりはしていますが、時々ぶれますね。まあでもなんか観察は可能で、なんか確実性を感じますが、
この間録画するときに僕ちょっとピントがなんかいまいちやなと思ったんですけど、なんかあれ以上合わなくてですね。なるほど。なんか手前のものとかを認識しちゃうんですかね。あ、今岡本先生がミュートになってますか。うん、ちょっとミュートします。これ編やってね。はい。安心やってずっと続けてたんですよね。だからこの今の糸結びするのはもう本当にドヒールの糸と結んでること、ね。あ、そう、下ろす時も一応先生あのドヒールの手前、うん、一心手前かけてるので、うんうん、手前かな、一心手前の糸と結んでるんですよね。そうですね、ドヒールにはならんようにはします。まあ、ただこの一心手前の糸とさらにそのファーのもう一個向こうの糸を結ぶので、ここをかなりこう近づけて糸出しとかないと、ここでクシュってなると、あ、なるほど、まあ、そのグラフトが潰れる原因になるので、まあそれを意識してればいいかなと思います。あとはこの羊羹っていうか、まあ、このグラフト等で縫うと誤針で下ろそうとすると結構裂けちゃってですよね、うん、そうですよね。これはね、三振やないと下ろせない。いや、なので本来普段のその臨床で他のそれこそ FP とか末梢血管はするので、うんうん、そういうものをするときっていうのは、まあ、誤診で下ろすようにはしてます、うん。まあそれか糸結びができるだけそのファーかニアかの真ん中で組むような、まあ、運針デザインを考えるかですね。あ、そうですね、うん。まあ、どうしてもそのフィールド近辺で結んじゃうとヒールに影響、あのグラフトに影響が出ることが多いので、まあ、気をつけた方がいいと思いますよね。はい、ありがとうございます。まあ、なので多分本心で下ろすのは、まあ、それこそこの主義だからこそというところはあるかなと思います。できればもう一心やっぱりちょっとあのサイドに落ちたところというかサイドのところで吻合したいな、うん、あの結殺したいなと思っているんですけど、はいはい、これは今、吻合経典のチェックを。そうですね、じゃあグラフトを持ち上げ、はい、あの持ち上げていただいて、左右と、左右から見せていただけますでしょうか。どうしたらいいですか。あ、本体を取り外して、羊羹を持ち上げて、こう横、両サイドから見せていただけますでしょうか。いかがでしょうか。はいはい、そう、これがニア、ニアサイドですね。はい、ファーサイドはいかがでございましょう。ちょっとピントが、はい、なかなかピントが難しいですね。はい、大丈夫、先生見えておりますでしょうか。大丈夫。じゃあ、すみません、グラフトを、切って切り開いていただいて内腔も見せてください。はい。よいしょ。そうですね。カツ入れて開いていただけますと。はい。ちょっと入れます。よいしょ。よいしょ。ピントが合わないですね。すみません。マイクは多分置いたままの方が見えや、あ、今見えますね。うん。では置いてみます。置いて接しで広げていただいて。はい。よいしょ、ごめんなさい。はいはい、もう綺麗じゃないですか。ファーがちょっと内反してる。そうですね、ファーがちょっと内反してますね。あとは、まあ、ニアもちょっと内反気味かもしれない。内反性がね、一個ちょっと間隔が広いのかもしれない。そうですね、最後の一心が広いですね。そうね、そうそう。そこが均等になってたら、もうついてるんですよね。はい。まあ、でも、どうですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
お時間は9分45秒ということで4点のところになります、ね、ギリ、4点に収まりました、はい、うん、まあ3点以上やっていいですよ、はい、うん、10分までが4点なので結構です、はい、総合的に見て岡本先生いかがでございましょう。まあ、途中も言いましたけど、確実にね、こうやってる感じがするんで、まあいいんですよね。あとは、この、感覚がちょっとこう飛んだかなっていうところが、まあ、最後一瞬間でも分かるんで、最後のファーのところもちょっと空いてるんで、まあ、それもなんかこう内反して見えるとすごいいいので、まあ、そこをちょっと調整すれば、まあいいかなと思いますね。まあ、でも全体的にありがとうございます、はい、そしたら次順番に沼口先生がリアルタイム吻合に参りたいと思います。準備をお願いいたします。はい、スポットライトにしてもらっていいですか。はい、とまたアップが解除されてしまっとるので、うん、はい、ありがとうございます。準備が整いましたら、私、時間計測しますので、声かけてください。はい。ご準備よろしいでしょうか。はい。岡本先生、評価の準備よろしいでしょうか。はい、はい、お願いいたします。針でグラフトを固定して、まず一針ですね。あ、今グラフトがあれですか、針の固定が取れちゃったんですか。外れちゃったんですか。はい、外れちゃいました。このままいきます。はい、おお、針で固定してたの。なるほど、いいかなと思ったんですけど抜けちゃいました。はい、皆さんグラフトホルダーとかってあんまり使われない。あ、まあグラフトホルダー今回はあのキットの中になかったんだと思うんですけど、名口先生は普段のグラフトの固定ってどうされてるんですか。外のオイフですね。あ、オイフになんかちっちゃいブルドックとかで止めてるんですか。はい、なるほど。まあそれをできるかどうかは縫う糸の長さでもまあちょっと左右されちゃうんで、うん、まあ、短い糸で縫う人だとね、やっぱり遠くに置くのがもうそもそも難しいっていう場合もありますので、まあ、なるほど。それはもうその施設のなんかまあいろんなファクターで変わってくると思うんですよね。うん、岡本先生はあのリタ LED の時は先ほどその隣に置かれるとおっしゃってましたけど、うん、他の回線紙とか右の時ってグラフトの固定ってどうされていますか。まあ持ってもらうよね。だって助手が持ってる感じですか。ボタン等だって無理でしょ。そうですね。うん。まあ、まあ、持ってもらうんですよね。で、ああ、なるほど。一時期なんかその細い針でなんか固定したりとかもしてたんですけど、まあ、ああ、でなんかやっぱ持ってもらうことが多いですかね。なるほど。うん。パラシュートを降りて、遠くからファーサイドに回っていくんですね。おっと、誰ぞが、ハウリングしておりますね。なんか振動した感じですね、携帯が。うん、ああ。間口先生、佐賀の子がです。聞いてもいいですか。
はい。パラシュートまでは、何針っていうふうに決めてあったりしますか？4号ですね。たださっきも岡本先生言ったように、針の長さが足りなくなって下ろすっていうパターンが多いですね。本当は実際5行きたいですけど、4で降りることが多い気がしますね。糸を使い切って降りる感じですか。そうですね。だから5まで絶対行きたい人はやっぱグラフト近くに置いとかんと足りへん。なるほど。あとここまでなんか全然糸締めんと来てるんですけど、はい、やっぱ後でキュキュッと締める感じですか。そうですね。にしてもちょっとグラフト持ち上げた時に緩んじゃうので、うん、まず何進か行った時にキュッと締めると、うんうん、なるほど、いいかなと思ってます。うん、まあ、そうなんですよね。結構ね、これね、みんなね、縫うのに一生懸命やって、こう糸の締め方とか、うん、まあグラフトをどういうふうに合わせて糸を締めるかっていうのを、うん、結構みんなあんま意識してないんですけど、その締めるタイミングとか締める時のグラフトの、うん、持っていき方みたいなのは実は結構大事なんで、まあ自分なりにやり方決めて。ね、うん、このまま塔も回っていく感じでですね。順手っていうよりはもうほぼ直角ぐらいに持ってらっしゃるんでしょうか。うん、いや、この塔の三針は僕は結構釜持ちを使いますね。うん、この三針進んじゃうと結構血出るんで、この三針は結構細かく、うん、まで、うん、ニアサイドに入って順手で戻ってきているところですね。見えないんですよ。ここさっきあれですよね、録画の時に岡本先生がおっしゃってさ、ちょっとこう羊羹特有で少しこう内腔が見えづらいけど、実際のバイパスとかだとこうなんていうか、もうリッチができてこう縫いやすくなってるような感じに本来はなるんでしょうかね、ここら辺は。まあそれは一つの原因としては、その縫った糸の反対側の糸ね、これをテンションをかけるっていう。そうか、ちょっと牽引しとくとそうなりやすいっていう感じなんですね。ね、それと、あとグラフトを背中を押せば、ポンと反転するんですよ、うん。確かに、前立ちが背中をこう、グラフトの背中をコントロールしてくれれば、もうちょっと縫いやすい視野が得られるってことですね。そうです。まあ、自分でやるっていうのも一つ、ね。なるほど。左手でグラフトを押さえて、右手は糸、針糸だけっていう操作になりますか。まあまあ、それはもういろんな流儀やと。なるほど。うん、ここで結殺ですね。このヒールを、ヒール、このスタートですね。一番最初の糸がこれ、あれですよね。ヒールの3針の。ヒールの2個前ですね。1個前ですよね。だからね、ここを真ん中ぐらい、ニアの真ん中ぐらいにあると、こう最後の2針ぐらいはすごい見える。うんね、まだ手前から始めろっていう、いやじゃなくて、ヒールをやるときにファーからこうファー三振やってニアまで来て、まあそのまま二振ぐらい続けてやっちゃうっていう、こうしてから、まあ、ほんまにいろんなやり方あるからあれですけど、まあ綺麗ですね。うん、相反は向こう側がね、ファーサイドがちょっとね、うん、内反してんちゃうかっていう気がしましたけど。なるほど。まあ、ちょっと見てみる。
じゃあ内宮の方もお願いいたします。ちなみにお時間7分40秒で5点の吻合時間でした。いいね、さっきのビデオも早かったね。早回しじゃなかったですね。ピントを追っておるのでこのまま開いてみさせていただけますでしょうか。いかがでございましょう。はい、咲いちゃいました。内反にはなってないんですかね。内反はちょっとできませんでした。だから外反せなかった。あ、外反ですね。はい。グラフトが内反してしまっている感じでしょうか。もうファーサイド側が。内反とまだ言わないと思うんですよ。これなんでね、こうなってるかっていうと、こうピッチがね、一定なんで、僕は結局、内反まではいかないんやと思うんですよ。はい。ピッチがちゃんと一定に取れてるから、これでうまくいくっていう。まあ、この、さっきもちょっと言ったように、下ろすときっていうか、縫いながら、外反と思ってやってると、もっときれいに内反。はい。まあ、これでこう、フローがどうこうなるような、そういうエラーではないと思う。はい、ありがとうございます。総合的に見てコメントいかがでございましょう先生。うん、いや、キッズとかも綺麗だし早いし、まあ、なんか針を落としたりとかそういうエラーがすごい少なかったのが良かったかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次、丸野先生のリアルタイム吻合に参りたいと思います。準備をお願いいたします。はい。スポット当てます。拡大もこれですよ。なんかえらい波打ってますが、画面。そうなんですよね。ちょっと熱こもっちゃって。あ、熱熱ですね。これあれですか、その空気が熱を持ってるからこうゆらゆらしてるんですか、画面が。それもあると思うんですけど、あと携帯がめちゃめちゃ熱いんですよね。あ、先生、ちなみにごめんなさい、携帯になるのか。携帯の機種伺っていいですか、アンドロイド。あ、そうですか。ギャラクシーですね。わかりました。充電大丈夫ですか。充電ができなくなりました。あ、熱くて。そうですか。熱くてダメになって、一応 48% あるんで大丈夫だと思うんですけど、わかりました。じゃあそのはこのまま吻合に早く参りましょうか。すみません、じゃあお願いします。小松先生、評価準備大丈夫でしょうか。はい、ですよ。はい、ではお願いいたします。はい、燃えたぎってる感じですね、画面が。かげろうが出てて、いや酔いそうですね、これ。ご本人は画面じゃなくて、物を直視で見てますよね。はい、見てます。画面見てたら酔いそうですね、本当。ネイティブ側に入って、ヒールのところを塗っていくところですね。うんうん、引っ張られますね。これね、この石が難しいのよね。まあ、うまいことさばきましたね。いや、実際こう見られているって思うと手が結構震えますね。震えますよね、本当。いや、本当に。丸野先生は実臨床でこう、ここぞという時に緊張するとか、そういうのってどうですか、ご自身の経験からして。緊張するんですけども、はい、教授が大体前なので、教授にすごい言われるんですよ。プレッシャーになってくるんですか。どやされるんで。
ああ、大阪弁されるともう大丈夫ってなるっていう。あ、逆にもう大丈夫って、はい、なるんですか。あ、もうしょうがないと思ってやるっていう。そういう人もいるんですね。なるほど。僕は東京の人にあんまり関西弁でどうやすとあかんのかなと。あ、そうです。僕あの親が関西なのでいけるんですけど。あ、ね、あなるほど。今日体制がある。うちのはちょっと他の医局員とかはちょっと厳しいですね。苦手やと思ってるんですよね。やっぱり関西で東京行ったらあかんですね。あかんってことはないと思います先生。いやいやいや、東京はね上品なんですよ。もうこの外うちもうまいことさばきました。おろす。あ、もう一個まだ行く。まだ一心行くんですね。いやうん、なるほど。実際やるとき、あの、うん、ガーゼにモスキートで固定するんですね。うんうん、なんで、ちょっと これがいつもと違うと言いますか。グラフトがちょっとそうです、ね、ビヨビヨになってしまって。うん、動きがちょっとこっちの方が強いかな。やりづらい感じでしょうか。実際はもう近くを固定して、そうですね、動かないようにしてされるということなんですね。塔に近いところを固定してますね。まあ、この下ろすまでに三振やる人と五振やる人とおるんですけど、はい、五振やるメリットはやっぱ吻合の形がきれいになる。はい、デメリットはやっぱしその難しいアクロバティックな状況でたくさんの張り数をやらないかんから、うん、まあ、エラーが起きやすい、時間がかかりやすい、まあそういうデメリットがあるというんですね。まあ、どっちを取るか。まあ、どうですかね、やっぱオフキャブ派の人はなんとなくその三振で下ろしてる人多い気がしますけどね。アレストでの人はなんかもう方針ひっくりやって下ろしてる気がするんですけどね。うん、なるほど。やっぱりグラフト揺れますからね、オフキャブの場合はね。はい。まあ、ちゃっちゃと下ろしちゃった方がやりやすいですよね。ここの、ね、ネイティブ外打ちをうまく拾う工夫って何かあるんですか？ちょっと今避けましたけども、なるべくあの血管に垂直に立てるっていうのは言われます。そうですよね。はい。そのためにどうするか。とにかくこう垂直に立てて入れて、その後少し浮き上げてっていう感じで言われます。うん、なるほど。こうグラフトをこううまいこと引っ張ってその面をわざと垂直にするみたいなことはしない？あ、それもやったりします。あのナイフが細いときは、うん、結構グラフト引っ張らないとダメなときとかもあったりします。多分ね、ここでね助手が糸を持ってくれてグラフトを引っ張るとこの面が垂直になると思うんですよね。はい、それを多分普段はやってるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、一人でやるとこれそれができひんからちょっと辛いですよね。そうですね、うん、で実はここが一番難しいと僕は思っていたりするんですが。いや、むずそうですよね。その塔の
次の意図っていうんですかね。そう。ここが一番すごい難しいと思ってます。ちょっとスペースがないので逆進でやります。これグラフとこう猫の手みたいにふわっとさせるために、はい、一応こうピッチをねグラフト側とネイティブ側を変えるでしょう。はい、これがこのやり方だとなかなか難しいかなと思って、とそれもあってヒールを誤信にしてます。で、等の方はちょっと少なめっていうのもあれですけども、うん、三振とか、まあ、それぐらいで等を回るっていうようなイメージでやってるつもりですね。すみません、ありがとうございました。はい、では、グラフと横左右を見させていた持ち上げていただいて、両サイドからの見た目を外観をチェックさしましょう。潰れてますね。反対側はいかがでしょう。こっち側は良いか、うん、よろしいでしょうか。そしたら、グラフと切り開いていただいて内空もチェックいただきます。下置いちゃった方が分かりやすいですね。そうですね。置いた方がいい。ね、置いちゃってもらって、こう接種で、はい、置いて、広げてもらえると分かりやすいかもしれないですね。なるほど。見えますでしょうか、先生。黄色のとこがなんか、これどれだっけ？ここですね。ここ。その前の糸と絡まってるわけではないんですね。絡まってはいないと思う。あ、なるほど。あ、ちょっと中に飛び出しちゃった、ね。はい、そうですね。内反しちゃってるって感じ。なるほどね。はい。まあ、下ろすときの、まあ、気をつけ方かな。そうですね。うん、お時間8分10秒で惜しかったんですが、4点ということになりました。はい、岡本先生、総合的に見て、丸野先生の方もいかがでしょうか。すごい慣れている感じで迷いなくやってはると思うんですけど、まあ、さっきも言ったように、ちょっとこの一人でやるやり方向きじゃないのかなっていう気がしますね、この方法の仕方。まあ、認証で助手が持ってくれてる場合は問題ないんやと思いますけど、まあまあ、それを差し置いて、まあ、練習をちゃんとしてはるかなっていう感じがしますね。うん、ねえと思います。はい。ありがとうございます。ヒールの一進、ヒールの次の一進の内反のところですかね。はい、あとは、まあ、そうか。うん、あと外から見たときに、ヒールのと、ちょっとヒールから、じゃあヒールじゃないや、パーから塔に行くところも、ちょっと一進なんか空いてるように見えたんですけど、まあ、ちょっとそれは、はい、直してみてください。ここですかね。ちょっとアップにしましょうか。丸野先生のカメラアップです。はい、まあ、これはだからね、その塔を三振で回るっていうコンセプトなんで、まあ、しゃあないかな。いや、これ外から見たときにね、外から見たときに。はい、ここですよね。そう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 。はい。
それをだから三振で回ってわざと膨らませるっていうことなので、うんまあ、ある程度しょうがないかなと、うんですね、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございます。今、リアルタイム吻合3名分終わりまして、そうですね、公表と、実際のデモンストレーション、岡本先生の方からお願いしたいと思います。デモンストレーションやるとは、もしご指導いただける、そうかコメント動画があれば、先生もせっかくご準備いただいたのでですね。まあ、だから全部っていうわけにはいかないんで、ちょっと。はい。まあ、結局ね、皆さん、すごい練習していて、なんやろ、あんまりこう、コメントするほどのことはないんですけど、高橋先生、何かございますか？いいですか、すみません、高橋です。中川先生、ありがとうございます。今回ですね、ちょっと、岡本先生からもこうグラフトの内腔チェックで何度かその言及があったんですけど、やっぱ内反するしないっていうのが結構この溶化を塗ってて、僕は非常にいつも悩んで、どうやったらこう、まあ、実臨床のコロナリーの生体の血管よりも溶化ってさらに内反してしまいやすいっていうのをすごくいつも感じてるんですが、うん、こうどうする主義でうまいことこう外反に導けるのかなっていうのをちょっといろいろ気になっていて、そこら辺もしその岡本先生の中でこういう風にするといいよみたいなのが、そのポイントがもしあれば。尿管は内反しやすいんですよ。そうですね、うん、だからまあある程度しょうがないと思って、はい、やるんですけど、これまた無理やり外反にしようと思ってやると避けたりするんで、はい、まあまあなんていうかあれですよ、しょうがないなと思って、やるしかないですよ。ちょっとこれを下ろしますね。はい、今パラシュートのところまで糸がかかっておられるところですね。岡本先生、帯広の沼口なんですけど、はい、もしていいですか？はいはい。コロナリーの切開の大きさは、はい、どれぐらいと考えてますか？そのこれね、いつもね、7ミリから8ミリとかってやってるんですけど、これ今日は7ミリぐらい切ってますよね、うんうん、まあ、内藤の場合ですよ。はい、うん、その大きさに行き着いた、なんかこう、なんていうんですかね、どうしてその大きさになったのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど。そんなもんちゃいます、みんなちゃいます。じゃあ自然でかい結果も良かったからっていうような。1センチぐらい、うん、僕結構大きいかもしれない。僕多分1センチまではいかないですけど。1センチやるとあれっていうことは大変じゃないですか。御礼パッチみたいになりますよね、だんだん長いと。これでね、僕ここでまだ2針ぐらい続けるんですよ。ああ、なるほど。下ろした後手前にこう、これをちゃんとやらんと外反せえへんでしょっていうのが僕の意見。うん、ここでこれこうニアサイドのグラフト側をこう外反させるためにということですね。そこでこう取って、こう下ろすときに、まあ、こういうふうに誘導しないと難しいですよね。まあ、それをやっとけば、ええんちゃうかなと思いますけどね。なるほど。で、まあ、ここで僕も持ち替えて、反対行くんですけど、なんでかっていうと、その次の、塔のこっち側ですよね。ここを、まあ、綺麗に取った方がええと思ってるからなんで、
もうね、ここをガバッと取りすぎるとやっぱグラフト潰れると思うんですよ、うん、なので、まあ、ここをしっかり取るためにグラフト、うん、針を糸針持ち替えて、うん、でこの一芯ここもできるだけ取りすぎないように。なるほど。ここワンアクションでいくとどうしてもちょっと大きめのバイトになりやすいんですけど、先生ではこう小さく、うん、大きめのバイトになると絶対やっぱここグラフトが潰れるかなと思うんですよね。なるほど。なので、まあ、ここを開けてやる。でここを下ろすときにしっかり外反するように、あ、グラフトを誘導してるんですね。グラフトをこういうふうに外側にこう連れていく。なるほど、うん、でまたさらにその次の一芯を、うん、なるほど、気をつけてやるんですけど、まあ、ここの二芯ぐらいをなんか気をつけてやってあげたら、まあ、ほぼほぼ何ていうか、まあ、グラフトも言うこと聞いてくれる。確かにこのサイドは最初の 1,2 芯の出だしがちゃんと外反に導けると、そのまま同じ外反の流れでいけるってことですね。 なるほど。まあ特にこの羊羹の混合は大事なわけじゃないですけど、うん、まあここまでやっちゃえば、まあ、ほぼほぼ外反してると思うので、まああとは適当にワンアクションでこうやって見ても、なるほど、うん、沼口先生の時に糸を締めてないっておっしゃっておりましたけど、うん、もう これは一芯一芯軽く締めながら、そう、まあ、進んでいっておるんです。こういう中をちょっと見ながら、うん、で一個一個締めていかんとやっぱりそういうこと言ってくるかな。でね、僕はまあちょっと変なんですけど、ここでもう返しちゃうんですよね。あ、それで、その、塔のところをしっかり。内外で取るってことですか。うん、ああ、なるほど。方向を変えるんですね。方向を変えます。でこの方向を変えるやり方をするときは、ここで前の糸と同じ音を取らないと、あ、クシュってなるので、なるほど。それを、まあ、注意します。まあ、僕、これ変なやり方って言いましたけど、一応、高梨先生はこれです。うん。で、こっから、まあ、塔のところに行くんですけど、ここで、まあ、僕はちょっとグラフトを持つ派なんですよね。で、縫い面を直角に作ってあげて。よいしょ。絶対内反性のように。なるほど。あ、本当に。グラフトがしっかり乗っかる、外反してる感じになりますね。まあ実際のね、グラフトやったらそこは気にせんでも全然大丈夫ですね。よし。先生、やっぱりあそこで返す、一進行、グラフトとネイティブのその針を返すのは、やっぱりこの塔のところは、コロナリーを内外で取るっていうことを目的としてそういうふうな主義になるんですか。ここを内外で取らないとちょっと気持ち悪いですよね。なるほど。だから、ずっとね、最初のこう、最初ニアに回ってきて、そのままずっとニアをやり続けてだからと、これ返すんじゃない、うん。そうですね。だけど、そのファーの一進目、あそこをこう意識するっていう。ためにはどうしてもこのやり方なんです、うん、なるほど、うん、だからやっぱりやり方いろいろあって一つずつこうメリットデメリットがあるので、うんうんうん、
まあ、今教えてもらってる先生のやり方をまず真似するのが一番いいと思うと、まあ、なんかこういつもこれうまいこといかへんなっていうのがもし出てきたら、あ、こういう人はこういうやり方してたなっていうので、ちょっとそれを真似してみてもいいかもしれない。先生、すみません、質問いいですか。はい、僕、時々そのシャントで、返すやり方でやってみたりする、はい、あのなんていうかその返したところですごくグラフトがそのネイティブ側に引き込まれてくるんですよね、ずずずずそう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 なんです。でそのまあ同じところをかけたりとかいろいろしてるんですけども、うん、もしかしたらそのバイトの問題なのかなとか思ってちょっと薄くバイトの問題、まあ同じところをかけるっていう意味でのバイトの問題そういう時ってあのネイティブは進んでもいいんですか？ネイティブも同じところに出した方がそうですね、両方同じが一応分からせんちゃいます。ああ、なるほど。と僕は思いますけどね。そこで出血するんですよね。やっぱそうですよね。だけ ど、まあ出血して一心かけるとしても横でしょ、はい、そうですね。まあ、だから許されるかなと思うんですけどね。あんまり、なんていうんですかね、こういう党に近いところでそういうトラブルを起こすと、やっぱり良くないので、うん、まあ、トラブりそうなものは、全部横で処理するというのがええんちゃうんですかね。それでまあ、あとは、場合によってはまた持ち帰って、向こうから来た、こっちの糸でやる時もあります。うん、これ、引っ張ってもあんまりこうピンとこないので、しゃあないですね。うん、よいしょ。で、さっきから言うてるのは、このグラフトを助手にこうやって持ってもらったりとかして、こうめくり返せば、本当はこの糸を持ってもらうんですけどね。はいはい。糸をピンって持ってもらった上に、このグラフトを引っ張ってもらうと、浮いてるところがパカって出てくるんですけど。なるほど。もう口が開くようにしてほしいということですね、助手に。そうですね、ここまで来たらね。それまではまあ基本的にあんまり助手に持ってもらうんだよ、やり方にしてるんですけど。なるほどね。もしもいろんな人がいるからね。っていう感じ。で、まあ、あとは、もう、なんかこう、あなた任せの感じで、見えるので。で、最初に先生はあれですよね、パラシュートの後一心、ニアサイドを縫い進んでるから、そうこの最後の一心が、まあ、ちょっと中腹に近いところに来るっていうことですね。そうですね。あんまり何も考えんと。なるほど。いう感じ。ニアサイドのネイティブ側同士で結ぶことになるのですね。ああ、そうですね。そういうことね。一心返してるから。これを一心か二心 やってもいいですけど。で、何やかんや言って、ファーサイドは内反してますね、これ。これは、本当、難しいですね。洋館の取り回しの。あとやっぱりこのグラフト、新しいグラフト、なんか手間立ちが出てきますね。これ、そうですね、なんかわざとなのか、こういう作りになってるんですよね、毛羽立ってくるような、そうここを掴んでいいよってことなのか分かんないですけど。まあ、確かにですね。はい。なるほど。まあ、ちょっとその出来がどうかは別として。まあ、そういうコンセプトでやってますという感じですかね。なんかその外反のところとかはやっぱちょっとどうしてもいつもこう、なんかどういう、なんで先生のそのグラフトの導き方とか、ね、グラフトをこうやるっていうのと、あと、ネイティブの、運針をちょっとデカめにするっていうのがいいかもしれないね。ネイティブの運針をちょっと大きめにして、グラフト側を。横は。うん。そうすると、こう、
外反しやすいかもしれないですね。うん、なるほど、うんね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうしましたら、ここまでで、全ての工程終わりまして、先生の方から、各皆さんの評価を、共有いただけますでしょうか。わかりました。ちょっとこれ、結局ね、評価してて、はい、ちょっと初めてのことで、ちょっと大変だったかと思いますけれども、はい、というか結局2個目の話でやっちゃってるなって感じですかね、はい、そうなりますよね、はい、リアルタイムの方を見てってことですよね、うん、なるほど。これが古賀先生の評価になります、ね、まあ、全体的にすごいいいと思います。まあ、だから一個一個がっちりやってたんで、安心感があったと、うん、はい、結構まあ細かいこと言っていくと、このちょっと空いてるところが、まあ、なるほど、はい、ということと、そうですね、ネイティブをちょっと大きかったんかなっていうのがありましたね、トーンのところね。ね、あとは、針を落とす気ないのは何回かあった、まあ、そんなある程度しょうがないと思いますけど、まあ、少なくしていける。はい。まあ、ドラフト内半気に見えたんですけど、うん、まあ、そのピッチが空いてるせいかもしれないので、まあ、これ実際の臨床だとそうはならない。まあ、いうふうに思いますけど。だから、この4、特有の。はい。ありがとうございます。これ、数字を埋めていただくと合計出るんですかね。それがね、ちょっとね、これ出んのかしら。全体の、うん、これがまあ4点で、ナイフがまあちょっと、合計は、合計が、まあ、これはそうですね。入ってない。ごめんなさい。そうですね。入ってないので、多分こう、手計算になっちゃうんですけど。42かな。42。これはね、なかなかね、あれなんですよ。ばらつきは出ないですよね。うん。絶対は5か4なんですよ、これ。まあ、今回の先生方、皆さん、慣れてる方多かったですからね。そうなんですよね。みんなもう練習しまくっとるからな。そうですね、年数の高いアンダーフォーティーの中では高めの先生方が集まりましたね、今回。はい、42点、50点中42点ということでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、だから安心感あっていいと思いますよ、うん。ありがとうございます。はい。さあ、続きまして、沼口先生の評価をお願いいたします。まあ、とにかく早いと。早くて、かつ、まあ、結構正確性があれかな、高かったかなと思って、48点ですね。まあ、結構、あれですけど、やっぱりだ今日なんか、さっさか塗っていくのはいいんですけど、うん、ファーサイドの、なんていうんですかね、グラフトの挙動を、まあ、もうちょっと気にしているとよかったかもしれないな、はい。うん。ありがとうございます。まああとは、このね、左手と右手のコーディネーションがすごくうまくいってて、練習の成果が出てると思いました。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、そしたら丸野先生の評価をお願いいたします。丸野先生は、やっぱこの方法の、やり方が、この練習、装置向けではないというのが、まあ、一番辛いところやなと思って実臨床には一番近いということでしょうか。実臨床ではうまくだと思うんですけど、はい、一人でやる文法向けじゃないんですよね、多分ね。だから助手がいること前提で。そう。なんで、あれですけど、やっていること自体は、ちゃんと確認できるようになって、いいんかなと思いました。
ね。うん、やっぱネイティブ外打ちをその党でやるっていうのはなかなか勇気だ。ああ、そこが。そうですね。まあ、そうですね。違うところですね。皆さんと違うところだと思います、多分。そうですね。うん、まあ、まあ、あの、また違う、こう、施設に行ったとき、違うやり方を見て、まあ、どっちがええかっていう選択。はい。それはそれでね。はい。合計42点ということで、はい。はい。ありがとうございました。まあ、8分もちょっと早い。そうでしょ。これ、ギリ、あれ、8分超えだったんですね。すごい、はい。はい。ありがとうございました。そしたらこれで、全ての本日の工程を終了となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの中で、総合的にご質問、ご意見等ございますでしょうか。すみません、沼口です。せっかくの、はい、お願いします、沼口先生。たくさん質問させていただきたいんですけど。はい。まず技術的にちょっと一点あの悩んでるというかうまくいかないところがあるので教えてほしいんですけど、はい、あのこうニアサイドですね。あ、こんにちは。こんにちは。僕シャントチューブを入れるんですけど、はいはい、シャントチューブを入れてこうニアサイドをここ順手でかけていくときに、うん、シャントチューブに引っ掛けるとどうしてもこの針のベクトリが下に向いてしまうんですよね。でそうなるとまあ、接種で抜けないどころか、まあ、なんていうか、この組織に埋まっていってしまって、こう取りたくないものまで取っちゃうし、接種で抜けないっていうようなことが、こう、たびたび起きるんですよね。はい。このニアサイドをうまいこと、こう、接種でやるためには、こう、どうすればいいのか、この周りの組織をきれいにして、この横の壁をもっときれいに出せばいいのか。いやいや、そうやって、周りの組織を残しといて、周りの組織をしっかり引っ張るのがいい。あここになんか牽引の糸とかかけたりとか。いやいや、まあ、あのその外膜、残ってる外膜を、はい、ピッと手前に引っ張って、シャントチューブとネイティブの血管とか、うん、あなるほど。ピッチでここをこうシュッと牽引してってことですね。そうですね、そうですね。なるほど。先進大事の接種で、ピュッと組織を作ったり。わかりました。それで、まあ、その後やっぱり直角に入ってない。そうですね、直角に下向きに入るようにその壁を立ててあげるみたいな、うん、なるほど。壁をこの組織で引っ張ってこう、はい、立ててあげるのね。るような感じ、はい、あ、分かりました。そうするとできると思いますけど、まあ、だからシャントチューブのそれまただからデメリットなんですよね。それそういうふうになっちゃう。はい、分かりました。ちょっといいですか。はい、あのうちもシャントチューブ使ったりするんですけど、先生多分吻合孔が結構大きいので、はい、シャントチューブとか引っ張れないんじゃないかなとちょっと思って、でうち結構シャントチューブを引っ張ってでスペースを空けてそこに針を入れろって言われるんですけど、なんかあの要は岡本先生がおっしゃる外の組織を引っ張るのと同じ感じで、多分シャントチューブを逆側に引っ張るっていうのをするとスペースができるのかなっていうのはちょっと思いました。確かに引っ張るとまあたびたび抜けますね。抜けますよね、多分ね。吻合孔が大きいと多分シャントチューブは引っ張れないんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。あ、なるほど、ありがとうございます、うん、すいません、コメントに。あとまあ他にもちょっと技術的なこと以外にですね、あのやっぱり今年からちょっとバイパスの執刀が当たるようになりだして、やっぱりなんとなくこう苦手意識っていうか、こういう模型縫うのはもう本当に何の抵抗もないんですけど、なんかうまくいかないんですよ。なんかそのそこからこう慣れていくにあたって、先生はなんか技術的に何かを克服した時になんかうまくなる実感がある時って ないですか。どんな手術もそのなんかそのうまくいかないっていうのはどういう、うん、まあ、まずこういう、まずやっぱり視野展開がうまくいかないんですよね。そのやっぱり縫いやすい角度に、ああそうですね、出てこれないし、なんていうかそれはだから CX とかそういうところの、あ
そうですね。で、そういうのを結構人に相談すると、まあ、なんか、いや、それは数だよみたいなこと言われるんですけど。オフポンプで。はい。オフポンプで。いや、あの、うちはオンポンプビーティングでやらせていただいてます。オンポンプビーティングでっていうことは、もう、基礎脱血して。そうですね。ですよね。はい。じゃあ、それはね、多分視野の出し方の、はい。コツをまだ分かってないっていうことなのかなと思うんですけど、まあ、でもこれはちょっと具体的に見ないと何とも言いようがないってことですね。だから思い切り脱血できるので、思い切り脱血して CX であれば、オープキャンみたいに立てた状態でやると結構難しいので、はい、こうひねってもう心臓まるでひっくり返しちゃうみたいな感じにするのが、はい、まあ、一番楽だと思う。じゃあ一度大胆にもうガッと視野作ってみて。そうそう、ただまあビーティングしてるのでアレストの時だともう心臓ねじっちゃうんですけど、はい、そこまではできないと思うんですけど、うん、まああれですよね、そのペリカルディアルスティッチとか使ってるんですよね。リマスーチャーですね。リマスーチャー、はい、あれ使ってますよね、はい、それを掘って引っ張り上げて、はい、でかつその心臓をもうこうちょっとねじり気味にしてひっくり返すと、はい、割とこう立った状態じゃなくて寝た状態に、まあ、なると思うんですよね。でオフキャブやったら立った状態やらないといけないんですけど、はい、オンボンミーティングやったら割と寝かしてできると思うんで、はい、もうちょいなんか A 視野作れると思いますけどね。わかりました。A 視野作ったらやっぱりやりやすいみたいです。まず視野作りにしっかり時間をかけるということでちょっと。まあそれはいいと思うんですよね。まあ、オンボンミーティングやったら、まあね、全然ゆっくりやったりし。はい。うん、と思います。ありました、うん、確かに、はい、まあ、しっかり脱血してもらえてるかどうかとか、まあ、その辺もちょっと、はい、わかりました、うん、ありがとうございます、はい、他なんか参加者の方、見学の方でも何か気になるところを聞きたいところございますでしょうか。一ついいですか。はい、お願いします。丸野先生ですね。あの岡本先生 の, あのデモンストレーションを見せていただいてて、塔の一番てっぺんには糸はかけないように先生されます。塔のそれはネイティブ側、ネイティブ側ですね。ネイティブ側。ネイティブ側は別に書けないようにはしてないですけど、あ、そうなんですね。ネイティブの塔の土塔は、ちょっとね、しっかり取るようにはしてるんですよ。うんうんうん、その、なんていうか、その両サイドはあんまり取りすぎないようにしてるんですけど、土塔だけは一応しっかり取るように。バイトが結構大きくて、はい、うん、全く塔じゃなくてちょっとずらしてこう二進かけてるのかなっていうふうに見えたので、まあ、わざとそういうふうにはしてる意識はないんですけど、うん、あの奥にはしてるのは確かなんです。なんでかっていうと、あのやっぱりそこ切れてないと思って、うん、でかけたら実は結構切れてて、うん、パッてなっちゃうことがあるので、うん、それだと全然ダメなんで、わかりました。音だけはしっかり取るようにします、うん、ね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。質問の方はこのあたりで大丈夫でしょうか。どうもありがとうございました。本日は5時からの開催でほぼ2時間とかなり、長くなっちゃいましたが、濃密な時間で楽しく過ごさせて勉強にないただきましてありがとうございました。そしたらこれで、第1回のオンラインハンズオン終了とさせていただきます。で、最後にですけれども、この、今回の録画をですねウェブで公開して、皆さんの有用な財産にしていきたいと思うんですけれども、公開してはいけないという方、もし今日映った方でいらっしゃいましたら、お伝えください。よろしくお願いいたします。
中川先生、最後に高橋から言ってよろしいですか。はい、はい、お願いします。はい、岡本先生、それから受講生の皆さん、あと中川先生、ありがとうございました。これオンライン BLC ハンズオンの実運用 の、 第1回目なんですね。でこれまで我々U40 でいろいろこのハンズオンのシステムを決めていく過程で、まあ、我々同年代で講師役と受講生役で分かれてやってきたことって何度 も、 もう何十何回20回ぐらいやってきたんですけども、その時はまあなんかこうやりながら、あこういうのもいいね、こういうのもいいねみたいな感じで話し合いながら、結局こうなんていうかな、いろんな情報交換はできたけれども、こうやってやっぱり実際ちゃんと岡本先生のようなこう講師として実際にその経験の積まれている先生にこうやってコメントいただくと、やっぱりちゃんと一つの答えというかいろんなアドバイスがいただけて、やっぱりこれってすごくこう今までのシミュレーション にさらにこう輪をかけていろいろたくさん得られるものがあったんじゃないかなというふうに非常に思うんですね。このオンラインというのはどうしてもこの受講生とこの講師の先生の相互性でこうマンツーマン指導ってなると、どうしても受講生は3名が限界で、まあ、我々ホストも勉強になるので何人も参加させていただくんですが、これってこの内輪だけで終わらせたらもったいないと思うので、やっぱりぜひこう一個一個その要所要所ポイントをちゃんとなんていうかな、ネットとか SNS とかあるいは YouTube でこう共有できるようなシステムがあればいいなと思っているんですが、皆さんそれはよろしいでしょうか。大丈夫ですか。その問題あるって方、もし個別でもこの辺はちょっと使わないでほしいとかあれば全然使えませんので、おっしゃっていただければと思います。岡本先生、はいはい、こう感想というかやられてみてこうこんななんかいろいろと不手際というかスムーズにいかなかった点もあったんですが、一発目ですよね。だけどまあ、はい、一応ちゃんとできたんですごい良かったなと思います。でありがとうございます。ね、僕がコメントしたが良かったっていうのはあるんですけど、まあ、僕が言ってることは必ずしも正しいことじゃないわけですよ。まあこういう吻合の仕方とか手順ももうそれぞれ皆さんやり方が違うわけで、だからその違うやり方をしているその裏にある理屈は何なのかっていうのを理解した上でそれぞれのやり方を使い分けてくれるといいのかなっていうのもあるんですよね。まあボスがこうやってるから盲目的にこうやってるっていうだけではやっぱちょっとあかんで、まあ、違うやり方を見てなんでどういうバックグラウンドがあってこういうやり方を選択しているのかっていうのを理解していくと、まあ自分が困った時に何ていうか違うやり方に切り替えるこうきっかけだったりとかができて、別の人がこうやってるからそれそのままやってみようとか、それは必ずしもことが多いと思うんですよね。うん、自分が何が困ってて、自分の主義がこういうところ不得意だから、こうしたらあのやり方を使ったらよくできるんじゃないかみたいなことを、ちゃんと理屈が分かって選択していれば、まあ、どんどん成長すると思うので、まあ、いろんな人のやり方とか、いろんな人の意見をいっぱい聞くっていうのは、めちゃくちゃ大切かなと。まあ、僕が言った通りに全部してくださいってことでは決してないので、それぞれの皆さんのボスのやり方を今は、そのままコピーするのが一番ええと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今までだとあれですよね、この吻合主義とか手術主義っていうのは、まあ、一子相伝的なところがあって、こう自分の施設やボスのやり方を徹底的に教わるけれど、他の施設や先生方がどうやってるかってなかなか見えないところがあったと思うんですけど、今岡本先生おっしゃったみたいに、こうやっていろんなその主義の作法であったり、それを知るとそのバックグラウンドにこういった tips があるみたいなことがみんな結構頭の中にいろいろと考えるこう、まあ、きっかけになると思いますし、こういうのって非常にこう技術の、まあ、標準化にもつながるし、いろんなこうノウハウを知ることっていうのはとてもその自分の今後の主義を定めていくのにも非常に役立つと思うので、大変勉強になりました。ありがとうございました。また引き続きですね、これ今回岡本先生に第1回担当していただきましたが、また3ヶ月を1クールとして、また1月からまた第2コースみたいなこともこう今後想定していますので、先生もしまたお付き合いいただける機会があればと思いますので、ぜひその時はまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、じゃ中川先生、あと受講生の大3名の方もありがとうございました。助かりました。ありがとうございました。ではこれで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。第1回終了ということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。先生方、なんですか、その物品であったりとか、あとアンケートご記入いただいて、ぜひ早めにお返しいただければと思いますので、そこもよろしくお願いいたします。点数の評価表は岡本先生から高橋先生に送って、まあ、でもこれはたらいいのかしら。でも今回ですね、これあれですね、画面の中に収めていただきましたので、共有されたからもうこれでよろしいですか。ね、はい、これデータとして残りますので、共有してもいいです。ありがとうございます。そしたら、はい、どうしようかな。メールで、メール、先生、僕から案内で送ったメールとかに、そのままデータで返送していただけるとありがたいんですが、オンライン、U40 のオンライン BLC っていうアドレスなんですけど、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ、そうしますね。はい。では、皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございます。失礼します。